はい、こんにちは、こんばんは。今回のテーマは円の接線の公式についてのお話です、ね、円の接線、まあ、基本公式はこちらなんですけども、実はね、これだけ覚えてる、ここの式だけを覚えてて、実際どう使うかが全然分かってなかったりね。公式っていうのはね、図と一緒に覚えてくださいね、絶対に。でこの前の文章からつながってくるからね。いいですか、確認しておきましょう。円、x 2乗プラス y 2乗イコール r 2乗、はい、原点を中心とする半径 r の円、ね、はい、原点書いてなかったな。原点を中心とする半径 r の円があって、その円周上の点 x1y1、 ここですよ、 x1y1 ね、における、ってポイント、キーワード、ね、この点における接線の方程式、これが接点ですよっていう意味ね。いいですか、この点が接点なんだよ。これがね、これが接点だから ね。だから接点が分かってる時に、そのまま x1 y1 を x の係数 y の係数にして一次式を作っちゃえば、これがもうそのまま接線なんですよってことね。この右辺の r2 乗はこの r2 乗がそのまま来ます。こんな簡単な公式で、本当にこんな接線がこんな簡単な公式で作れちゃうなんてすごいと思いません？すごいでしょこれ。ね、ちゃんと証明できますか？ま、証明はまた別な機会にして、今日はもう使い方の話ね。で、教科書の例題、そして、まあ、公式の後に例題、そして、まあ、こういう練習問題があるんですけど、もう本当に簡単です。あっという間に終わってしまいます。行きましょう。で、まず確認してほしいことがあるんですけど、まあ、問題が間違ってることはまずないですから、まあ、そんなに気にしなくてもいいんですけどね。1と2をまず代入してみてください。x イコール1、y イコール2。1の2乗足す2の2乗は1足す4で5。間違いないですね。ね、つまり、円周上の点なんです。ね。その円周上の点における接線ですから、まさに、さっきも言ったように、これ接点なんですよ。これが。これ接点なんです。接点が分かってるんです、こうやってね。もう接点が問題に書いてある。ね。ということで、もうこれ公式通りやればいいだけなので、もう終わりです。あっという間。ね。これを1、2を係数にして、1x プラス 2y。ね。何も考えなくていい。もうこうやって 1x プラス 2y。で、イコールでここを見直して、あ、5になってるから5でおしまいと。たったこれだけ。楽勝。中間テスト、期末テストにも必ずこの問題が1問2問は出ると思います。もうここで点を落としたらもう他に取るとこないよ。ね。で、次も同じ。確認しよう。ルート5を代入。マイナス1を代入。ね。ルート5の2乗で5。マイナス1の2乗で1だから5足す1で6。あ、間違いないなって。まあ、そこまでね、慎重にやる必要はないですけど。ね。こう言って。で、これが接点ですよ。というか、接点が分かっていれば、ね、接点が分かっていれば、そのまま、こことここにね、こう、入れてやればいいだけだから、ね、これも同じです。もう簡単です。はい。ルート 5x。で、マイナス 1y。こうね、書いちゃえばいい。もうこの座標を見ただけですぐ書けばいい。ね。で、イコール、さあ、右辺いくらかな？はい、6だなと。終わり。ね。はい、これ答えです。スペースが、ああ、こんなにガラガラになっちゃった。こっちがね、ちょっと厳しいんだよ。書けない。途中の計算も書かないからね、こっち側は。いいですか？まあ、そのつもりで見てください。さあ、今度は違うんです。これ、読み間違いしないでね、いい？ここに点打ったよね。点 1,3 を通るって一旦切って、円ほにゃららの接線。これ読むときに間違えて読んだら、点 1,3 を通る円。これ繋がらないです。ここ切れてますからね。点 1,3 を通る円ではないですよ。1と3代入したら5じゃないですから。1と3だったら10になりますからね。これ計算したら。だからまあ、見ればわかるんですけど、こういう読み間違い結構ありますから気をつけてください。まあ、問題文の書き方が悪いんだって言われたら、まあ確かにそうかもしれないんだけどね。はい。1,3 を通る接線。ね。しかも円周、この円の接線。ね。この接線。この接線と、ね、両方とも接線という言葉にこうつながっていきます、ね、さあ、まあそれ一応確認した上でいきます。だからまあさっきも言ったように 1,3 代入しても5になりません、
ね、5になりません。じゃあ どんな風になってるのかというと、実は実際図を描いてみるとね、円を描いてみて、ね、円もね、やっぱみんなフリーハンドでね、このくらい描けるようにね、半径ルート5だね。1コンマ3がさ、どの辺かというと、これ、ルート5が富士山6、オウム楽だから、1は多分こんなもんでしょう。ちょうど半分少しちっちゃいぐらい。で、1、これ 2. 点何歩だから3、この辺かな。これ結構適当ですよ。結構適当ですけど、もうこのくらいの図をさっと書いてね。で、この点を通る、この接線ですから、まあこんなもんでしょう、おそらく。こんな接線と。ね。で、それから、こっちの、こっちにも1本あるよね。ここにも1本あるよね。こんな感じで。おお、これ接線2本できそうだぞ。って気づいてくださいよ。まずここの、この段階で。ね。で、まあ、2つ答えがありそうだという予測が立ちました。ね。で、あとは計算に行きましょう。で、さっきと違うのはどこか。これ接点に関する情報がどこにもないです。1コンマ3は接点じゃないです。ね。ただ単に通る点です、これは。ね。ですから、接点がわからない。そこで接点をわからないものは文字で置けと。名前をつけて。公式通りに行くために X1、Y1 にしておきます。ね。すると。ね。これ、ここね。あ、違った。ここね。この点とこの点。わかんないんですよ。座標は全然わかんないんだけど、とりあえずね。それを、まあ、2つあるけど、ね。2つあるけど、P1 個でいいよ。計算してったらこれが2つ出てくるから、X1 が2つ、Y1 が2つ出てくるから気にせずにね。とりあえず P という点を、こうやって X1、Y1 で表しておきましょう。ね。書いておこうか。ね、2つあっても気にしない。ね。で、やることはもう本当単純です。接線の方程式。まず公式をちゃんと使って。さあ、もうこれでこれですよ。X1、X。ね。イコール、この場合は5ですね。はい、これ1番にしましょう。ね。接線の方程式。もう作っちゃいました。でも、残念なことに、X1、Y1 が分かってないんだ。ね。そこで、X1、Y1 を求めるための、こういった条件。と、もう一つ隠れた条件。ね。接線の方程式作りました。だから、まあ、とりあえず、1、3を通るでいこうかな。点、1コンマ、3を通るとき。代入するところ間違えないよね。代入するのは、ここだよ。これと、これに代入するんだよ。いいか ?X と Y に代入するんだよ。だから、1が、1X1。Y、ここのところに3を入れて、3Y1。イコール5。これ2番にしましょう。ね。また、実はもう一つ隠れた条件があるんです。何も書いてないですけど、っていうか書いてはいるんですけど、気づきにくい。P1 は、点 P は、ごめんなさい、点 P ですね。X1、Y1 は、円周上の点です。ね、円周上にあるから、つまりこの座標をここに代入するわけだ。X1 の2乗プラス Y1 の2乗イコール5が成り立ちます。あとは解いてください。2、3。解けばいいんですよ。解くと。まあ、解き方わかるね。X1 イコールにしてから代入するんだよ。ね。ちょっと書いておこうか。X1 イコールマイナス 3Y1 プラス、プラス5。を、これを丸2に代入。あ、3に代入。ね。で、二次方程式を解いて Y がわかるから。ね、Y1 がわかる。で、Y1 が2つ出てくるわけだ。ね。で、実は、Y1、もう計算書きませんけど、やり方だけはちょっと今回説明しますね。だから Y1 がね、実はいくらといくらだったかな。Y1 が1と2が出てくるんです。1と2が。ね。Y1 が1と2が出てくる。で、1の時には当然さっきのこの式でね、Y1 が1だったらマイナス3足す5で X1 が2になって。ね、この2を代入すると、マイナス6足す5でマイナス1になって。ね、こうやって、これが接点です。
接点の座標です。 X1、Y1 ですから接点の座標、なんとなく21になってるよね。あ、21だ、これ21っぽいよ、ね、で、マイナス 1,2 が、あ、ちょっとずれてるな、この辺だろうね、きっとね、マイナス 1,2 ね、いい感じ。あ、こうやって従ってで接線の方程式は これ丸1に代入すればいい。 X1 が、ね、X1、Y1 が分かったから 2X で、 Y1 が1だから 1Y イコール5と、もう一つマイナス 1X マイナス X ね、で 2Y イコール5ということで出来上がりです。だから連立方程式を作ったら、あとは本当ね、テストの時にもね、テストの時にも2、3を解く、取って答え数書いたらいいんですよ。答え書けばいいんです。こういう変な計算ね、もうどうせこんなぐちゃぐちゃした計算先生見ませんからね。採点するような場所じゃないですから、大きな流れをちゃんと分かっているかどうかを採点すると。でもちろん答えが合ってるかどうかチェックしますけど、途中のこの方程式ね、途中の方程式をちゃんと先生はチェックします。でチェックして、どっか間違ってたら当然減点です、ね、はい、ここまでできてるねーいう感じでね、三角とかね、どっか間違えたところは減点されるけど、もうこんな代入して解くところはもう書かなくていいです、ね、全部書くんだよな、全部書いてる人が本当多いわね。昔だったら計算用紙っていうのがあった、あったんじゃなくて問題用紙の裏側ね、問題用紙を折り曲げて裏側に計算して、計算スペースをね、確保してた。うん、まあ今は違うね。今は大抵が両面印刷だね。両面印刷ってなんかね、嫌なんだよ、僕も。両面印刷されるとね、計算の用紙が取れないからね。うん、はい、まあそれはそれでいいでしょ。いいとして、まあいいや。そんなことはどうでもいいんだよ。ね、まあ、結局、この公式をちゃんと使いこなせるようにということ。使いこなせ。ね。で、接線に関しては、この、二つのタイプしかないですから、ね。もう単純に接点が分かっているタイプと、接点が分かんないから、こうやって文字を使ってスタートする。ね。文字を使って接線の方程式を作っておいて、点1コマ3を通ることで一つの式、ね、2番を作って。ね。で、またこの接点をこうね、文字で表したところを、それを今度は円周上の点だから、そこにまた代入して式が1個できると。で、この二つを解いて、X1、Y1 が求まった。さあ、最初に戻ろう。ね、時を戻そう。ね、丸一に戻って、入れて終わりと。ね、という感じで、接線の方程式。以上です。ね、まあ、しっかりと練習して、まあ、このタイプ、絶対テストに出るだろうからね。まあ、ちょうど、期末テストの時期なのかな。ね、今、まさに、この勉強してる人も大勢いるかもしれない。頑張ってください。それじゃあ、バイバイ。